今回は合コンに行ったら女がいなかった話、第1話に対するリアタイ民の反応を紹介していきます。はじまた。来たー。よし行くぞー。合コンしよ。アイコン。字でかすぎだろ老眼か。ま、昼間だ。うほっ、いい男たち。かっこよすぎる。野郎しかいませんが。ホモ合コンとはたまげたなー。もうタイトル回収した。ナスオだー。オープニングかわいい。やっぱり男装女子っぽいな。合コンに行ったらちょめちょめだった話。ただのイケメン3人。女性陣の声みんないい。冷えって。大手ますよ。お前だったのか。女の子どこやったんだよ。やっぱりハギくんが一番がっかり度高いの笑う。ああ、男装してるだけで女の子なのか。ややこしいに決まってるだろ。かっこいいバイト。趣味で男装してるとかじゃないんだ。男3人かける男3人の合コン。ゴングを鳴らすな。思ってたんと違う。それはこっちのセリフだが。BL アニメかと思ったら違った話。挽回。王様ゲーム。合コンアニメ始まった。緊張というか戸惑い。いきなりかよ。キス限定。距離感バグっとる。それ王様の意味がないのでは。始まったんだ、新しい王様ゲームが。男装女子は良いぞ。そらするでしょ。アサギくんの無邪気さ尊い。ぬお？キャー。富士山の連射音。めっちゃ写真撮るじゃん。男性陣は混乱している。女の子になっちゃう。口でなくていいのかよ。やったぜ。やろうかゆりか。あごくい。どこにしようか。これはプロの仕事ですわ。さすが男装バー勤務。もはや距離感とかの問題じゃない。そう硬くならないで。いい匂いするならいけるだろ。なんで合コンしに来てるんだこの人ら。脳がバグる。壊れちゃった。この時はくんの反応新鮮だな。パッと見野郎6人の合コン。惹かれてますよ。何やってんだあいつら。男は記事打ち定期。飯テロがすぎる。琥珀ちゃんずっとそっぽ向いてるのほんと可愛くて愛おしい。作戦会議。男子どもが逆に女の子になってるじゃねえか。イケボな葵ちゃん。バレたかではないが。トイレついてきて新刊のネタにしてくるの怖すぎる。金髪くんが一番まともなのかな。男装してたら男子トイレ入れるんじゃないんですか。スオウさんのイケボ惚れる。とりあえず松から着替えてこいやってよ。合コンポサ出したい、涙ぐましい。そのセリフ言いたいだけだろ。どの子狙い？イケメンしかおらんから。アサギは癒し。エロ自撮り頼む。うおっまぶし。見せろや。視聴者にも見せろよ。普段の写真を見せるんだよ悪しろよ。これもしかして俺らに見せないタイプのアニメっすか？どちゃしこなんだが、てえ。いい顔した野郎ども、女の子です。撮影会。割とみんなイメージ通りでいい？合コンする気ねえじゃん。確かに誰がどれ？まずわからないか。は？イケメン男装女子は良いぞ。野郎どもゴミみたいなモチベなのによく誘ってくれるな。カラオケだ。二次会の前に着替えろや。ぎゃ。店員が可愛い。この受付の子でよくない？罰ゲーム、通常はな。採点バトル。やる気やんけ。どうした急に。要望、戻して。お前それは、いいんだ。お前絶対勝て。勝ったな、ガハハ。マジかお前。ま、なんやこいつ。勝てるわけないだろ。はぁ。え？なんだって？聞かせろよ。はい。嘘だろ。あれ100点とか出るんだ。耳がはらんじゃうよ。歌声聞かせろ。高レベルすぎておかしいだろ。めっちゃ漏れてる。ミカコシの美声聞かせろよ。そらもう何よ。やべえぞレイプだ。集中戦。男かい。ポテト作が。女の子になっちゃった。男だって分かった後の店員さんの慣れた態度面白すぎる。開始10分尊厳養殖。分かってなかったくない？男女逆転。これのどこをどう見て。止まるんじゃねえぞ。何は露天年。猫目で笑うハギくん可愛いね。作家？こいつ腐ってやがる。なんすもん？琥珀ちゃんマジ可愛い。先っぽだけ。アサギくん可愛い。どんなモデルなんだ？変なポーズさせられるぞ。男性陣ポテト食ってる。なあ可愛い。琥珀さん、東山さんボイスええな可愛さが溢れてる。間違えた。俺のコーラ。お前のコーラなんか赤くね？琥珀くんちゃん可愛い。なるほどなるほどねー。いや十分可愛いだろ。
ホモになっちゃう。女子の姿を写真で見てるんだから、それで想像すれば。ハギくんの初キュンだー。いけるやん。ときめいた？新たな扉が開いた系アニメ始まったな。ハギ、仕方ないよ。琥珀さん可愛いもん。普通に男装ええやんな。ゲームばっかり。ゲーセン行きたいってオタクか？女側、男が塩対応なのに誘ってくれるの優しい。太鼓のやつ。太鼓のやつこの時間帯プレイできるっけ？確率機で1回で取れるわけないだろ、いい加減にしろ。クレーンゲームのプロかな？奇跡的にアーム設定がガバイ店なんでしょ。壊滅的下手。逆にすごいな。UFO キャッチャーは取れる気がしない。イケメンだ。しれっとカップル成立してるな。かすりもしないわ、距離感どうなってんだよ。このポーズ最高では？自分でもいいのか。トト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 ト。高橋名人。なんか可愛いの撮っちゃった。もったいない。琥珀ちゃん可愛いな。あ、そっか、納得。琥珀さん、キャップが、良い、可愛い。なんやかんやみんな仲良くなってる。ハギコハが気まずそうで可愛い。男性のみは NG。男のみ禁止のプリクラ多いよね。そういう問題があるのか。プリクラってなんで男同士で撮るのダメなんだろ。スオウさん可愛いね。スオウさん普通に可愛いんだよな。これは気があるパターン。どう考えてもお前狙いだぞ。なんて理想的なダメじゃないです。いや、男同士でもイケメンとツーショット撮るの普通に嬉しいだろ。トキワくんとイケメン女子の2ショット。スオウさん素敵すぎる。ステイステイ。アサギくんがすでにワンコ。大変よろう。大学同じなんだっけ。締めにラーメン。がっつり楽しんでんじゃねえか、お前んち。絶対サボるわ。同じ講義取ってました。なんでまだ男装なんだよ。学校で再会したけど男装。ファッションもボーイッシュだ。同じ大学なんだ。スオウさんが王子すぎる。もう全部が可愛くて全部がかっこいい。助けて。スタンプ連打やめろ。スオウさん普通に脈ありだろ。そらお前狙いだからに決まってるだろ。近い。いい顔が近い。許せん。後ろの女性陣の圧が。冷え。圧心だ。プリンス。中身女子だけど。語り出した。スオウさんガチ勢だ。謎のプリンス、ハリー・ポッター。アニメでこのプリンスファンとのシーン見れるの嬉しいな。地味に出番あるスオウさんガチ勢女子。プリンスガチ勢かわいい。ファンクラブみたいなの発生してる。嫉妬にきらめく目。あ。へ。やきもちなの？そうだよ、便乗。スオウさん等身がもうイケメンすぎる、最高。まだ？とは？この女意味深なこと言いやがって。薄い本が熱くなりますよ。つまりそういうこと。あらぬ誤解生んでる。BL 爆発。プリンスガチ勢も可愛いな。ホモが嫌いな女子大生なんていません。99連打。スタンプ99個は草。オンブルルラギったんですか？手を全然離さないスオウさんていてい。アサギくんいつでもどこでもパヤパヤで可愛すぎる。そんな都市伝説みたいになってたんだ。別に普通に可愛いよな。圧倒的プリンス。待ち受け英雄は、壁紙にしてるの。スオウさんデレの威力が高すぎる。なんだよもうお前ら付き合っちゃえよ。泣いちゃった。ハギくん全力ツッコミありがとう。待ち受けツーショット可愛すぎだろ。スオウさん最初から好きだよな多分。スオウさんの満足げな顔可愛すぎませんか？初回エンディング来たー。エンディングええやんけ。エンディングで踊るアニメは。おい。どんな話だよ。思った以上に面白かった。アニメのスオウさんの火力が高くて困ってる。秒で終わった。琥珀ちゃんが本当に可愛くて大好き。いや、エンディング一瞬だけ映った3人の女性姿可愛すぎだろ。絶対見よ。なんかイケメンがふと女子っぽいとこ見せたり、でも容姿はやっぱ男性でもう何がなんだか。これは確かに脳内バグコメディ名乗るだけあります。これからどんどん女性陣のギャップみたいです。テンポ感良くてキャラみんな可愛くてあっという間の1話でした。原作知らんかったけど予想以上に面白かった。やっぱり登場キャラ全員可愛すぎだよ。事前情報なしで見たら予想以上に面白かった。新たな性癖の扉が開いてまう。とにかくキャスティングがイメージにぴったりで感謝してる。声優の全力演技が最高だった。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。